はいどうもこんにちは。今回も大地の汽笛頑張ってやっていきましょう。前回森のバルブさんから石板をもらったので森の神殿に行くことができます。これも線路で森の神殿まで直通、ゴー。さてさて、汽笛さん、さあそろそろ森の神殿着く頃じゃないでしょうか。森を抜けます。奇跡みたいな。あ、うさちゃんもいる。うさちゃんがいる。これかわいいなあいつ。さあこの遺跡の中に入っていくんでしょうか。突入。森の神殿。ここが森の神殿。せな覚悟はできていますね。はい、さあ行きましょう。森の神殿というからには森を抜けてもまた森かよみたいな感じの鬱蒼としたところをイメージしたんですが、遺跡の中だったようですね。あ、なんか聞こえてくる。あ、いやこれは 森の神殿の BGM ってことね。さあ入っていきましょうか。1階。さあ壺も割って、なんか出てきた。魔物の化石を手に入れた。どこにでもありそうな化石だけど、なんとなくお宝の匂いがする。壺の中に入ってるんですか。よいしょ。ここはハートだけですね。さあというわけで攻略していきましょうか。あ、目の前にはもうすでに小さな鍵を使わなければ開かない扉が待ち構えている。あ、これって割ったらなんか出てくる。いや、持って何かできるのか。こういうこと、こういうことね。ああ、了解了解。というわけで橋ができました。いきなり積んだかと思った俺、ほんとに。さあこっちは毒の霧っぽいですね。いかにも入ったら体力が削られそうな。ここは後回しにしておきましょう。階段がありますからね。さあ敵さんが出てくるんでしょ。あ、色違いのチュンチュンちゃん。少し手強いってぐらいかな。はいはい、よいしょ。さあ全員倒しました。宝箱と扉が開くんですよね。そっちと階段につながる方が開くと思うんですが、 OK。 ハートを取っておいて、宝箱、この中身が何なんだろうな。どうせお金なんだろう。お金、100ルピー、100ルピーが、あ、100ルピーマジっすか。序盤からこれブルジョワな神殿。本当にがなけりゃケーキか。2階。さて毒の霧がこうところどころ点々としてますが、これ危ないっすよね、触れたら。よいしょ。盾は手に入れてますが、毒の霧を防げるってわけではござりませんでしょうからね。さて敵さん、おっと、早いな早いな。あ、毒の霧が出てる。なに、ゴキブリみたい、ゴキブリみたい。あ、怖えなこいつ。剣で切りなさって、はい、毒ガスを噴出で、大きな宝箱が出てきました。タッチバラババーン。疾風のプロペラを手に入れた。狙った方向にフーってやると説明が可愛いんですが、フーってやると竜巻を出せるぞ。なるほど。お、こうすると僕の霧が消えた。なるほど、こういうことね。あ、楽しい楽しい、めちゃくちゃ楽しい。まあそれはいいとして、こっちの扉は開いてないっていうことはまだ通れない。ということはあそこの毒の霧を封して全て取り除くことができるということか。あ、宝箱が出てきた。中身はなんだ。魔物の化石を手に入れた。壺の中から出てきたり、宝箱の中から出てきたりよ、本当にもう。さあここですよ問題は。疾風のプロペラでも無敵状態ですから、一つも残しません毒の霧は。本当にもう、よし。さあ綺麗になりましたよ。よし、なんだろうこれ。あ、スタンプかこれ。スタンプ台が置いてある。
しかし今はスタンプ帳を持っていないので押せない。このスタンプって何すか？スイッチがあります。宝箱が出てきました。小さな鍵だといいんだけど、またルピーだとちょっと困りますよね。さあゲット、何が入っている。あー、オールピー、大緑ルピー、100ルピー、239ルピーなんだけども、リンクさんお金持ちにさせて何する気？これか。あ、気づかなかった。何これ、これ疾風のプロペラで、あ、喋ってたら喋ってたら喋った風圧でプロペラが回りました。さあ左隣の扉が開いた。もうよかった。んと、森の神殿、花からちょっと難しいですね、謎解きが。さあ壺の中身はお金ばかりだ。ハートそんなこと言ってたらハートが出てきました。よし、まだ1階に行けるようです。1階。さあこの先に小さな鍵がありますね。いや、でも取れそうにないぞ。まあ、疾風のプロペラでどうにかするんでしょうが、あ、どうにかするんすね、これはもう。どう考えてもどうにかするんでしょうね。ふっ。なるほど、向こう際に飛ばせるということですか。というわけで、これで小さな鍵をゲット。はい。てってれってん。さて、こっちにスイッチがあったと思いますから、ありましたね。はい。ここでそこの扉を開ける。プラ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 ン。うわあ、もうこいつ怖いの。怖いというかね、なんというか、やっぱり気持ち悪いよね。さあ、小さな鍵を使うところ、真正面、開けていきましょうか。さてと、何がある、何がある。あ、また敵が出てくるんですね。トゥルトゥルトゥン。あ、骸骨さん、骸骨さん、これはね、もう分かるね、見た感じで。ふーするんですね、ふー。よーし。さあこれでその周りの正気みたいな毒の霧みたいなのを取り除きました。ふー、よーし。はい、全部倒しました。早速プロペラを使って攻略する敵も出てきましたね。まあ、今回はよく見たことある骸骨さんでしたが、これから先もどうにかプロペラを攻略しないと、プロペラを使わないと攻略できない敵さんも出てくるんでしょうか。壺があると終わりたくなるんだよな。さてと、あ、草が生えてる、これ斬新ね。草が生えて、もう出たよ、名音、本当にもう。ふっ、悪霊退散。この先は何もなしで、そばに3階かな、3階に行けそうな階段がありますが、こっちにももういる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 、ほっとけないこいつ。さあこっちは小さな鍵か、なるほど。でこの奥も何かありそうですが、今のリンクさんじゃ到底行けそうにありません。まず3階に行ってみましょう。3階、この奥に、ん、あれプロペラでどうにか起動できるっすかね。ん、いや、これか、もしかしてこれか、これぶん投げる、ぶん投げても届かないってことはプロペラで、ふっ、どうだ、マジか。いや、待てよ待てよ、ここのどんぐりさんが復活するはずなんですよ。復活しません。あ、知ってた、よし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 、これをこうまっすぐ、ふっ、ドカーン。うわ、これ楽しいこの謎解き楽しい。さあ宝箱が出てきました。小さな鍵でしょうか、それともルピーか。よし、小さな鍵です。さあ小さな鍵を使えるところがここの真正面にあったはずですから、向かいましょうか。もうなんかね、宝箱から小さな鍵が出てくるって、なんかすごい久しぶりなような気がする。さあ来ました、また敵さんか。わっ、見た感じ BGM も変わったところを見て中ボスさんでしょうかね。まず、フーする、フーする、フー。わわわわ、危ねえな、お前、ほんとにも。危ねえな。あ、こう切りつけると、消えてしまう。で、またフーする、フー。あー、たたたたたた、あー、あー。そういう攻撃するのか。どうするんだ、こいつ。どうやって倒すんですか、跳ね返されるんですけど。でもなんか隙を見るんじゃないですか、来た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 。な、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 フー、フー、フー。
あ、待て待て待て、こいつの攻撃をよく見るよく見る、少し離れて、はい、この時この時、ふっふっ、よっしゃ、こういう攻撃、こう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 、なるほどなるほど、わかりました。ドクロさんを出してくるんで、攻撃するためにね、それを跳ね返してやるんですよ。わわわわ、外れた外れた、よいしょ、よし、この時に一撃与える。おっ、もう2発で倒れてしまいました。さあ、中ボスも出てきたということは、もう森の神殿中盤戦というか、もう後半戦に差し掛かっているということなんでしょうか。なかなか早いな。まあ最初の神殿ですからね。3階の、あ、ボスの、ボス鍵の、ボス部屋の鍵があります。ボス部屋の鍵がありますが、まあそのままではもちろん取れないと。いろいろ周りを探索してみましょうか。お、見てセナ、あの大きな鍵穴、開くには特別な鍵が必要そうですね。もちろんです。さあ、こっちに毒の霧がたくさんありますから、イモムシなのか、見た目に騙されてはいけなかったのか、なんかダンゴムシみたいに、あ、なるほどね、わかりました、すごい、あっと、いや、しかしそばで倒さなければいけないな、やつ爆発しますからね。ここだ、いけるか、わおというわけで進むことができました。ふぅ、こら大掃除だ。よし、綺麗になったか、まだあんな。さらに、スイッチがあります。なるほど、宝箱が落ちてくるのか。さあ、中身は何なのか。プルプルプル、クロパールのネックレス。何それ、コレクト画面で確認しよう。なんだろう、あの化石みたいな、ああいうアイテムの、うん、アイテム。まあ、扉が開けましたから向こうに行きましょうか。クロパールのネックレス、一体何者なのか。まずは目の前のこの瓦礫をどうにかしなければいけないと。こいつですよね、問題は。さあ、倒しておいて、倒すとすぐ丸まるんですよ。で、刺激を与えない限りは、こうやって丸まってるばっかりですから、丸まって、ふぅ！よし、なるほど、なるほど。さてと、目の前の瓦礫はどけました。で、また敵さんが復活しますから、アタックしてからの、ここだ！ふぅ！いけるか？よーし。さあ、ボス部屋の鍵があるところの扉が開きました。爆発！宝箱に入ってないんですね。で、壺がありますから、はい、ハート。待てよ、なにこれ、なにこれ、ん？この部屋の地図のようですね、何かしら、この矢印とドクロ。これメモしておかなければならないんじゃないですか？このルート順に行かないと、このボスの鍵がどうなっても知らないよみたいな感じでしょうか。怖いですね。さあ、メモはできました。まずはボス鍵を持って、もうね、無限の砂時計からなんですが、このボス部屋の鍵は持って歩かなければならないんですよ、というわけで。さあ、ルート順に進んでいきましょう。このルート順に進まなければどうなるのかっていうのも、ちょっとまあ見てみたいものですが。よいしょ。まあ今は攻略重視というわけで。さあ、ルート順に持ってきました。何事もなかったっすね。さあ、というわけで初ボス戦、やっていきましょうか。こんなやつが出てくるのかな。ん？石板がある。神殿の入り口に戻りたくば青き光に飛び込むべし。あ、なるほど。さあ、戻るわけにはいきません。突っ走っていきましょうか。もうやだ、気持ち悪い。気持ち悪い。うわー、何でかい、無駄にでかいし、カブトムシが、うわきつい、ビジュアル的にきつい。何、甲殻巨大種で、でぐ、で、で、まあ、読めないし、もう本当にもう。さあ、どうしましょうか。このお尻の方かな、お尻の方からなんかモヤモヤ出てますけど、こいつをどうにかすべきでしょう。はい、プロペラ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 、しまってしまって、お尻を攻撃。なるほどなるほど、押しから押しお尻からガスが出てますが、そのガスを取り除いてお尻を攻撃するのが弱いということでしょうか。はい、よし、 なかなか簡単なんじゃないかな。はい、さあ、やつは攻撃するとき大振りになりますから、その隙を狙って、ここだ、
よし。さあ3回目の攻撃。お、うわうわうわ、そういうことね、なるほどね。さあ視点がちょっと変わりました。さてさてさて、やつは飛んでますから攻撃を与えるわけにもいきません。うわ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 、ここだ。いやー、やつの目の前で爆発させても意味がないということか。待てよ、やつがまた飛んでくるはずですから。さあこのさ、この赤ちゃんみたいなの、このさ、やつが生み出してくるこの赤ちゃんみたいなのをどうにかしなければいけないと思うんですよね。まずは攻撃してこいつを固める。さあ向こうさんが足びれを切らして飛んでくるはずですから、この時、おお、なるほど、こういう攻撃方法ですか。さあこの時にお尻を攻撃だ。いけ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 。さあ攻略法が分かったらこっちのもんですよ。また生み出してくるはずですから、お尻から。ペッペッ、これね、なんだろう、これね、ゼルダの伝説作ってるさ、スタッフさんにさ、もう絶対なんか昆虫好きな人いると思うんだよ。よし。いや、なんかさ、あのトワイライトプリンセスでも、もうなんかものすごい、もうなんかうにょろうにょろしてる。あーっと、倒してしまいました。やりましたね、セナ。森の大地の石板が輝き出した。見て、セナ。あそこから入り口に戻れるようです。さあ、戻りましょう。この宝箱は何が入ってるんでしょうか。あ、ハートの器か。ハートの器だった。ハートの器を手に入れた。ライフが一つ増えた。おまけに体力全回復。ぷくぷくぷく、4つになりました。さあ、というわけで森の神殿クリアすることができました。まさかワンパートで攻略できるとは思いませんでしたが、まだまだこれから先どんどんと難しくなってくると思うので、気を引き締めて頑張ってやっていきたいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。